堀場正夫12月1日から2015年7月14日は日本の実業家、株式会社、堀場製作所創業者及び同社最高顧問。1924年、京都帝国大学理学部教授の堀場新吉の長男として京都市に生まれる。京都教育大学附属京都小学校、京都教育大学附属京都中学校、 旧西高南高等学校を経て、1946年、京都帝国大学理学部物理学専攻卒。学生ベンチャーの草分け的存在とされる。1978年、53歳で代表取締役社長を辞し、代表取締役会長職に退く。ホリバは、人生の能力、知力、経験、体力は、全部を掛け合わせて40代がピークであり。 50代になるとそれが落ちてきてしまう。そこで50歳になったら、経営者を退き、後継者は40代がいいと、社長50歳定年制の実行を1971年の大阪証券取引所、京都証券取引所への上場が実現した際に、宣言する。そして、目標の50歳から3年が経過した1978年に、ホリバは、 創立25年記念式典で正式に引退を表明。ワンマン社長の首を切るのは自らしかない。この機会を捉えてかねてからの考えを実行したと引退について述べている。引退後は財団法人京都高度技術研究所の最高顧問、日本新事業支援機関協議会会,会長、京都商工会議所の副会頭、京都市ベンチャー企業目利き委員会の委員長、 株式会社京都ニュートロニクス関西役などを、勤め企業家の育成に力を注いでいた。堀場製作所会長兼社長の堀場厚氏は長男。2015年7月14日、関西防岸のため死去。90歳没。ありがとうございます。